キム革命戦線は、インドの政党。地方政党の一つとして位置づけられ、シッキム州で活動している。略称は、SKM。2013年2月4日、シッキム州西部のソ連で結成された政党である。創設時点での総裁は、バールティシャルまで、シッキムでは、史上初の女性政党党首とされる。しかし、すでにこの時から、実際に、 党で最大の指導力を保持している人物は p s 五例と見られていた。五例は、現、州首相のパワンクマールチャムリン率いる、湿気無民主先生に所属し、同党が政権を獲得した1994年から、収穫量を務めていたほどの SDF 重鎮であった。しかし五例は、長期政権を維持するチャムリンへの批判、反対を2009年末から開始していた。実際に、 SKM は反 SDF を強く評榜している。2013年9月、五例は SDF を正式に離党して SKM に加入し、まもなくシャルマから総裁の座を引き継いだ。2014年4月12日に実施された執勤無衆議会選挙と2014年連邦会員選挙において SKM はすべての選挙区に候補者を擁立。 SDF との事実上の一騎打ちを展開した。どちらの選挙でも SDF に敗北したが、執気州衆議会選挙では、州と万徳を中心2重選挙区で勝利、これへも当選している。これにより SKM は衆議会内第2位の地位を獲得し、2009年以来の SDF による衆議会32議席独占も破った。 2019年連邦会員選挙においては、初の一議席を獲得し、国政に参加することとなる。ありがとうございます。